ユースラグーンはアメリカの音楽家トレバー・パワーズのステージ名である。パワーズは2010年よりユースラグーンとして活動している。彼のデビューアルバムザイヤー・オブ・ハイバーネションは2011年9月27日にファット・ポッサム・レコーズより発表された。このデビューアルバムは心理的不安や精神的苦痛といった主題を探求したものでミニマリズムと 催眠雰囲気を基調としていた。パワーズの音楽はアメリカーナと実験音楽を混ぜ合わせたものに印象と電子音の要素を加えたものと特徴づけることができる。ユースラグームはアイバホシー・ボイシュを拠点としている。パワーズは2013年3月5日に2枚目のアルバムワンダラスバグハウスをファットポッサムレコーズより世界展開で発表した。このアルバムは より人間の精神に魅了されること、そして霊的なものが物質世界と出会うところから生じたものと彼は説明している。パワーズは刑事上学的宇宙というものに好奇心をそそられながらそうした主題とポップミュージックを融合させて作曲を行った。ありがとうございます。